山本亜紀の四十プロジェクト。四十プロジェクト、今回のゲスト宇都宮直隆くんです。ありがとうございます。なんか前回に引き続き、ね、2回目ということで参加させていただいてますけども、よろしくお願いいたします。今僕らはね、うん、実は福岡にいます。そう、まさにあの明日が、コンサートということでね。そうなんです。もう今もうあのリハ真っ只中ですけど、ちょうどね僕らちょっとこう隙間見つけて、ね、今収録させていただいてますけども、リハ室を貸し切らせていただいてます、ね。ステージ上では今ね、もう楽団の方々がね、しっかり合わせをされてますけど、いや、あの今回あの、ね、放送が実はもう、そう、3日放送なんですけど、3日放送なんですけど、収録がね、もう今ね、宇都宮くんが多忙すぎて、はい、もうあの、いや芸能人並みのスケジュールで収録の時間が取れないっていうことで、ヘリコプターで移動しないとくらい、いや、そんなことないんですよ。たまたまね、ちょっと忙しい時期なんですよ、今ね。そうなので、あの、はい、まあ、今日撮ってるんですけども、うん、いや、なんかもう僕らリハーサル、もう久しぶりにこんな汗かいた。そうだよね、私なんてダンススニーカー久々に出したら、うん、あのね、秋のダンススニーカーがダンスシューズ壊れたっつって、えっ、ー、って言って、いや、なんかね、あのほら今回ね、あの加藤啓二さんのね、そう、振り付けでね、で、まあ、僕らあのそんなこう踊るわけじゃないんですけど、ね、秋はなんかこうダンサーさんの血が騒いだ感じではね、ちょっと踊ってみたのかな、なんかこう軽くこうやってたら、あの壊れちゃいましたね。壊れちゃいました。いや、だからやっぱそれだけね、大変、すごい振り付けなんですよ。すごいよね、いや、本当ムチ打ちなんじゃないかと思ってる。でも今回コンサート本当なんかもう、もちろんソングもありますけど、ダンスもね楽しめて、 ねすごいよね、まあ、この放送時にはね、もう残念ながらあのもう終わってるわけなんですけども、けど、ね、でもどうなんでしょう、2回3回となんか続きそうだよね。どうですか、宇都宮さん、いいと思うんですか。やりたい、え、いいと思うですか。いいと思う。何ですか。いや、出てくれるかな。あ、いいと思った。そういうことね。振りが雑、振りが雑ということで質問もね、たくさん来ておりますので、あの前回ね、うんうん、あの質問をたくさんいただいてたんですけども、はい、あの1回目でなんと1個しか答えられないというね、あのちょっとそう、あの秋さんからですね、あのちょっとお叱りを受けて、ま、いや、はい、あの今回たくさん答えさせていただこうと思いますので、ね、そうですね、先にも質問しちゃいますね。どういった、あの質問が来てるんですか。はい、一番好きなミュージカルは何ですか。佐藤夏美さんから。一番好きなミュージカル、ありがとうございます、うん、好きなミュージカルね、聞いたことないな。実はね、僕ね、あのそう、ライオンキングって皆さん聞きたいと思いますけども、でも全編聞いてたらライオンキングじゃないでしょ。確実に。あ、そっか。僕ね、実はあのファンタスティックスっていうね、はあ、ミュージカルがあるんですけど、はあ、いや、もうあのそのね、素朴なあの音楽がいいのよ。うーん、やっぱね、音楽がいいミュージカル僕やっぱ好きでね。そっか。あのピアノとハープだけでね、うん、あの演奏されるんですよ。でその歌声で魅了していくっていうね、ミュージカルなんですけど、まあ、元々オフブロードウェイでね、やっていたミュージカルなんですけども、いや、一番それが好きかな。へえ。いや、これね、きっと共感してくださる方ね、たくさんいると思いますよ。あ、もう実はすごい、うん、まあ、マニアというか、曲がね、いいんですよ。うん、ね、いや、もちろんね、その演出だったり台本も素晴らしいんですけども、うん、いや、僕は日本ではやってないの。日本でね、いや、やってると思いますよ。劇団式で。劇団式ではね、ではやってないですね。そうだね。そうですね。じゃあね、もしファンタスティック、うん、ファンタスティックスという、という作品を日本でやることになりましたら、ぜひ宇都宮さんをキャスティングしていただいて。よろしいんでしょうか。マット役を。あ、マットがいいですね。マット役がいいらしいです。マット役がいいのでね、うん、ぜひあの宇都宮さん、はい、あのスケジュールはいっぱいですけど、ファンタスティックスのためなら開けると言っていますので、はい、あのヘリコプターで駆けつけますので、はいはい、そう、好きなミュージカルね。そうなんですよ、ファンタスティックス。そう、ここで、ね、いや、あの劇団四季のなんかこうね、作品を、ね、言うべきなんでしょうけどもですね、いや、僕はファンタスティックスが好きです。はい、次です。はい、次たくさん行きましょうか、はい。人生で一番嬉しかったことは何ですか。嬉しかったこと、NNDM ボックスさん、 ありがとうございます。一番嬉しかったこと、いや、嬉しかったことたくさんありますけど、そうだね、僕の音楽を始めるきっかけになった出来事なんですけど、僕はあの、中学校でですね、あのテニス部と
合唱部をね掛け持ちしてたんですけど、そう、でもその合唱をやりたかった理由っていうのがやっぱ僕もうとにかく歌が好きでさ、もうとにかく歌いたかったのよ。もう歌いたくて歌いたくてもううずうずしてて、でね、その僕が通ってた中学校は女性合唱しかなかったの、うん、なんか男の子でさ歌そうそうね、なかなか転生期とかもあるでしょ、うん、だってその時期いないんだよね、うん、やっぱさ、あので結局混声合唱じゃなくて女性の合唱部しかなくて、うん、でまあ歌好きだからさ、うん、ちょっとこう合唱部のねあのお部屋にまあお邪魔してさ、隅っこの方でさ聞いてたのよ。テニス部なのに、そう、あいつテニス部なのに来てるってなるよね。そしたらさ、やっぱ気持ち悪くなってさなんか変なちっちゃい男の子がいるみたいな、うん、僕はあの中学校の時すごいちっちゃかったんで、ね、あ、そうなんだ、なんか変な男の子がいるんだけど変態じゃないみたいな、うん、でそしたらやっぱあのその時ね、あの顧問でいらっしゃった音楽部の顧問で合唱部の顧問でいらっしゃった樋口先生がね来て、僕のとこ来てつかつかつかってきて、あんた何しようとって言われて、あの僕佐賀なんで ね、 そう、あの九州なんですけど、うん、何しようとって言われて、ナンバしたかとねって言って、うん、いや僕あの歌が好きなんです、聞かせていただいてもいいですかで、なんだったら歌わせてほしいんですけど、いやご覧なさい、これはもう合唱部は女性しかいないの、どうやったら歌えるでしょうかって、もう混声のね合唱にしないと歌えないよって言って、でも合唱は一人じゃできないからね、あの男性一人じゃできないからね、わかりましたって言ってさ、あの学校中のね声がいい子を集めて、そう、まあ、この子声いいな、あこの子も声ちょっとね合唱部入ろうよって言って、そんなちっちゃな男の子が、そうそう、僕はねもうあのおはようございますっていう声とか聞いて、君さ合唱やんないみたいな、へまた気持ち悪がられて、そうだね、でもねあの募ったらいたのよ、やっぱり僕も歌をやりたいっていう子がね、でそこでまあ混声合唱ね、まあ、あの作ったんですよ、僕が鍋島中学校で作ったんですよ、であのまあやるからにはね、なんかこう大会とか出てね、あのいろいろ活躍したいなと思ってて、で頑張って、県大会金賞いただいて、で、九州大会金賞いただいて、で全国で金賞いただいたんですよ。え、それもともと強かったの、混声になる前から、まあ、そうね、樋口先生、確かにもともと強かったのは強かったけど、うん、まあさ混声をさ作った年にっていうのはさ、なかなかないですよね、なかなかね、いやだからもう 女性合唱部の皆さんからはもう結構なんか反対意見がやっぱ多くて、うんうんうん、ね、私たち今まで女性でやってたんだから、でももう土下座、結果出したからね、もう土下座、うん、もう歌いたいんで歌わせてくださいって言って、まあ混声を作ってね、そう金賞をねいただいて、でその時がやっぱり一番人生で嬉しかったかな。そうなんですよ。でまあ高校はね普通に進学校に行ってガリガリ勉強してたんですけど、そうほら高校3年生の時にさ自分の進路を決める時にさ、うん、よぎっちゃうのよね、あの時の全国大会のさ浜松のアクトシティかなんだ、そこでね、あの全国大会だったんですけど、そこでのあのお客様からいただいた拍手がなんかもう忘れられなくてさすごいね、高校のそう3年生の時に、あちょっと歌で生きていきたいなと思った。それ以外は考えてなかったの、何になる予定だったの、じゃあ普通にどっかの経済学部とかに入る予定だったの、僕はあの父が医師でして、うんうん、あの医者なのね、うん、だからまあ一応ね、あの医者を継ごうかなと思ってて、まあ、バリバリ勉強してたの、じゃあ医大を目指してたの、まあまあでもね、うん、まあいろんなことをやろうとしてたんですよね、うん、そうでもまあ高校3年生の時にそう歌やりたいって言って、でまあね、音楽大学に行きたいっていう話をね、まあ、父親にしたら、まあ、それは怒られるよね、うん、後継いでもらえると思ってるからね、そうかね、いやだからまあちょっと、うん、歌を始めた中学校の時のあの
記憶っていうのがやっぱ僕の中でずっと自分の活力になってるというかね。じゃあこの質問もう一個来てるんですけど、なぜ芸大に入ろうと思ったのですか、KK さん。大学に入りたい理由ですか。でもそういうことですよね。うん、だから芸大、僕ほら東あの日本でね、国立の大学っていう、音楽大学っていうと、もう東京芸術大学っていうところしかまあなくて、なくて、うん、でまああのーまあ、うちは私立に行かせるお金もないしっていうのがまあ大きな理由なんですけど、あるだろうよね、うん、でもね、僕ね、よく分かってなかったの。高校3年生の時にまあ歌やろうと思ってさ、うん、思い立った人間が、うん、音楽大学がさ、なんか どういう風になってんのかもさ全然わかんない状態で、うん、まあなんか感覚的に、あ、国立で音楽大学って言ったら、あ、この東京芸術大学っていうところあるんだと思って、まあ目指し始めたのよね。いきなりトップを目指し始めた。蓋開けてみたら、え、何こんな難しい大学なのと思ってさ。そうか、知らなかったのか。そう知らなかったの。じゃあ歌で行くんだったら東京芸大だ、行くべきでしょうみたいな、国立だからね。まあ他にもね、あの、一律のね、あの音楽大学って一応あるんですけど、お金がかかるし、まあ、国立の大学だったらと思って、うん、でも本当にこう、それからね、あの声楽のねレッスンに通い始めて、で声楽の先生にさ、いや、あのどこか音楽大学行きたいのって言ったら、いや、東京芸術大学っていうところがあるらしくてそこに行きたいんですって言ったら、あなた何を言ってるのって言ったら、そこはトップの大学だから3年生から始めて受かるやのとこじゃないのって言われて、うん、お叱りを、なぜかお叱りを受けて、うん、でもそっからですよ、うん、もうなんかさ、だったら受かってやると思ってさ、そっから僕はピアノも全然やってなかったんだけど、いや、その東京芸術大学のとにかく入試っていうのは大変なんですよ。いや、もうそうだろうね。そう、ピアノはもちろんですけど、新曲視聴って言ってね、うん、急に譜面渡されて歌うとか、うん、ピアノで弾いたメロディーをね、シャフするね、ソルフェージュっていうのもありますけども、はい、超音って言ってね、うん、とか、まあ、あの楽語とかを扱うソルフェージュっていうのもあったりですね、うん、それ以外のほらセンター試験も、まあでもセンター試験の方はね、今までやってたもん、ね、勉強してたから、うん、まあそれはまあ良かったとして、うん、だからそっからもうね、高校3年生の時から、うん、まあ、受験の準備でしょ。もう寝ないでピアノ弾いてたもんね。へえ、すごいね、うん、なんでそんななんかストイックなんだろうね。いや、だからね、ここはねぐるっと回って、うん、歌が好きなのよ。へえ、今も好き？今も好きだね。あ、そうなんだ、うん、いやでもね、ほら、あの僕らさ、あの歌をこうずっとやってるとさ、もうやめたくなる時ってあるじゃない。ある。練習してんの？練習してるよ、好きだから。でもともと上手いやろ、うん、でも、いやいやいや、声がもともといいじゃん。そんなことないんですよ、僕は。あ、僕はあのほら、この世界にはさ、天才肌とさ、うん、秀才肌っていうじゃない、うんうん、もう完全なる、こっちの秀才肌の方だね。天才じゃ絶対なくて、もうなんか積み上げ努力の、うん、だと思います。へ、うん、でピアノめっちゃ頑張って、そういうピアノも苦情も来ましたよ、周りから。でもさ、こっち必死だからさ、かだってピアノ弾いたことないからね、下手だし、結構なレベルのピアノの曲をさ、入試では使わなきゃいけなくて。そうなんですよ、だからまあもちろん歌もね練習しながら。え、よく受かったね。いや、だからさ、その奇跡に近い感じなのよね。なんかあれ、あの、じゃ、まあ受験しましたで、これ受かると思った、受験終わった後。いや、なんかね、そんな考えてる暇もなく、あ、必死だった。もう終わった。だからまあセンター試験があって、うん、1時2時3時まであるんだけどさ、うん、まあ、3時試験受けるときはもう卒業式とかも出れないの。あ、結構それぐらいは長丁場のさ、まあでも3次試験まで進むことができて、うん、まあ最後3次試験が一番心配なわけよ、うん、ピアノとそのソルフェージュ、超音とか新曲唱があるからね、うん、超苦手。だからそこで、ああ、これ落とされるかなと思ったけど、まあ一応クリアさせていただいて、まあ晴れてね合格しましたけど、でも合格したらしたでさ、もう劣等生だから。そっか、ギリギリで入ってるから。芸大の人たちってさ、うん、みんなもう3歳ぐらいから、そうだね、音楽を3歳からやってるのね、うん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 、
僕ほら17からやってるからさ、そのなんかスロースターターだったからね。そうだね。それはもう大変だったよね。でまあそう大学にね入ったんですけど、まあでもだから先ほどねご質問あったとおり、芸大に入った理由は歌が好きだからです。へー、だからそのオペラがやりたいとか、その、まあ、芸大のね声楽科ってオペラをやる大学なんですけど、僕の場合はなんかもうオペラに限らずもう何でも。そうだね、もうジャズでもオペラも歌えるんでしょ。オペラも歌いますね、まあ、そこで大学で学びましたから、そうオペラも歌えるし。でなんで劇団四季入ろうと思った。聞きます、これ尺大丈夫かな。正直に申し上げると、あの大学ですね、僕実は大学3年生の時はもう劇団四季入ってるのよ。あ、そうなんだ。超高生。いや、もう劇団員として入らせていただいた。あ、そうなんだ。いや、異例なの僕、その異例なんですって。あさり先生からもうお前は明日からあの劇団員としてやってもらうからって言われて、いやもうあの学校との両立大変だったけど、いないよねなかなか、だから大学2年生の時に、なんかね、そのね、芸大に入ると、まあ、オペラってさもう体が資本だみたいな、太れ太れって言われるのね、それ嫌でさ、その太れ声が太くなるからって言って、あの支えもしっかりできるからって言って、僕そこはまずハテナマークでさ頭の中に太りたくないと、いや昔ね、あのオペラ歌手にマリア・カラスっていうね、女性のソプラノの方がいらっしゃって、もう昔の方ですよ、その方ね、もともと福岡でいらっしゃったんだけど、それこそね痩せるためにサナダムシを飲んだりしてさ、ガリガリに痩せて、でもね声ね変わらなかったんだよね、っていう情報を僕知ってたから、なんか何のために太るんだろう、なんで2つ大きいサイズのタキシード買わせるんだろうと思ったぐらいさ、なんでこんな太れって言われるのか、そこはまず疑問でさ、まあ確かに日本人ってちょっとこう外国の方とね一緒にステージ立つとちょっとこう華奢に見えちゃうから、ね、ちょっとやっぱそのためには太れっていうのは分かるんですけど、もうそれが一つ引っかかってて、でもあと、まあ、イタリア語ドイツ語僕フランスものもロシアものもやってましたけど、やっぱり日本語がね歌いたいっていうのがあったんだよね。なんか日本語って歌いにくいとか言うじゃんね。歌いにくいんですけど、やっぱりでも日本人としてやっぱり日本語で届けるべきだなっていうのがあってさ、だから太りたくない、日本語を歌いたいと思って、こう見渡した時にさ自分の将来を考えて、でまあ、お仕事としてね、成立するのはと思って、劇団四季っていうところがどうやらあるみたい、ちょっと僕あんまりね、あんまりよく知らなくてさまたちょっともう、そう、その時あんまりミュージカルのことも実はそんなにちょっとよく分かってなくて、でも私もそうだったから、なんかあのそう歌が好きだからさ、歌だったらそう歌えたらもういいっていうの、別に太んなくてもいいし、そうそうそう、ね、で受けたんだ。で大学2年生の終わりで受けて、でまあ晴れて合格させていただいて、でそしたらまあ浅利先生の方からもうお前は劇団員でやってもらうって言われて、そうなんだ、また地獄の日々ですよ劣等生ダンスできない、そうだね、何にもダンスもやったことないから、劇団四季ね、だから歌だけ やれってことじゃないもん、そうそうなんです、知らなかったんだよね、ダンスもやんなきゃいけない、ダンスって何ですか、それもバレエとかも3歳からみんなやってるような、そうみんなやってる人たちの中で僕やらなきゃいけなくて、まただからね僕ねもう高校3年生の時から、もうねなんかねもう寝てない、もうね寝ずにもうずっと審判の時もずっと言われてたもんね、宇都宮くんって、そうちょっとトントントン、そうちょっと足がかまわしになってるよって、ダンスリーダーがね、いやでもね僕は歌が歌いたいんで、そっかよかったね、今日あんまり今回踊りがあんまりなくて、でもほら、ステップはね、ケイジさんの振りのステップは割とありますから、しっかり務めさせていただきますけど ね、まあ、昨日つきましたけどね、昨日つきましたけどね昨日ついても明日は公演ですから、本番ですね、でも劇団四季のおかげでね鍛えられましたので、確かに、すぐ踊れてたもんね、今もありがとうございます、ケイジさんにこうだよって、本当に宇都宮くんできてる、昔ケイジさんからあんなに叱られてたのに今日肩叩かれて、そうそれって言われたから
よかったと。よかったね、頑張ってきて。私たち今回ねデュエットたくさんお送りして、もう時間ないですよ。今締めの感じ、まだなんか質問とかなんかあったら、あ、まあでもお時間、ね、そうなんです。今これね、ありがとうございます。今からもう投資稽古が始まる。そうなんですよ。ところ私たちこう、はい、合間を縫ってやっておりますので、でじゃあ最後に今後どういう風な企みがあって移動していきたいみたいな。僕今ですね、いろいろあのチャレンジしたいことがたくさんあって、でこの前もね少し1回目でお話ししたんですけども、劇場型クラシカルクロスオーバーっていうのは今男性デュオでね、ブラウェライターというですねユニットを組んでるんですけど、まあ、その公演をね、少しこう全国行脚しながらですね、皆様に聞いていただきたいなと思って、まあ、その皮切りで、来年2022年のですね3月21日に、銀座のヤマハホールでですね公演を行いますので、はい、もしよかったら、あ、行きます私、ぜひいらしていただきたいと思いますのでね、歌の好きな僕この歌のお兄さんと思っていただいていいのでそうですね、歌好きなのでね、この人歌好きなんだなと思いながら ね、 いやでも、ね、打つほど私は歌が好きだなと思えているかどうか、なのかどうかと思いながら、まあでもそうね、やっぱり歌が好きなんですよね。まあでもいいことですよね。でも秋も好きでしょ。歌好きかな、好きかどうかよくわからないけどね、なんかまあ歌ってはいたいかなっていう感じかな。ね、歌がないと生きていけないぐらいはないけどね。あ、そんなドラマチックなことはないけどね。あ、そう、そのあ、お仕事いただけるんだったら歌わせていただきますみたいな感じ。そうなんだ、です。ありがとうございます。あともう一つ舞台もあった、舞台、そうなんです、来年のですね2022年のですね3月、20日とそれから3月のですね23日、これ静岡と愛知なんですけども、静岡はマリナートというところでですね、僕やじきたをですね、さっき台本チラチラさせてましたけど、はい、やることになっておりまして、僕は北八をですね演じるんですけど、まあこれミュージカルといえばミュージカル、まあオペレッタですね、をやらせていただくことになっておりまして、そちらも僕のツイッターやですね、概要欄にも貼ってあります。ありがとうございます、はい、チェックしていただければと思いますので、はい、詳細載っておりますのでね、はい、もしよろしければ、いらしていただきたいと思います、はい、とりあえず私たちは、はい、リハーサルに戻ります。そうですね、はい、頑張りましょうね。またね、来年でもまた違う形で共演できたらなと私は思ってますね。もうデュエットは宇都宮君としかやりませんぐらいの感じでね、行きたいと。なんかデュエット多いもんね。多いですね。でもなんかこうずっとほら僕らライオンキング、ね、やってたからね、共演してたからね、ハーモニー合わせるっていうのはまあ、ですね、もう戦友みたいになってきてます、ね、そうだね、本当だね。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、宇都宮直隆くんでした。ありがとうございました。皆さんまたね。